専用軌道は、軌道法に基づく軌道における、分類の一つ、以下の二つの用法が存在する。法的には、軌道法第1条、第2項の、一般交通のように、ともせさる軌道を、専用軌道としており、鉄道事業法第2条第6項で、定義されている、専用鉄道の軌道版と言えるものである。不設手続きなど詳細は、 専用軌道規則で定められている。現在、この規則に基づく専用軌道は存在しないと思われる。平用軌道、新設軌道軌道法第2条では、軌道派特別の自由ある場合を、軸の外行きを道路に施設、すへしと定めており、軌道法に基づく軌道は原則として、道路以外の場所に付設することはできない。軌道建設規定では、 道路上その他公衆の通行する場所に付設される軌道を、平用軌道、その他の軌道を、新設軌道として分けている。なお、軌道法に基づく軌道のうち、道路の中央部に高架軌道を付設した都市モノレールや、新交通システム、あるいは路面電車の高速化と位置づけて、道路下に付設された大阪市営地下鉄なども、道路の情報空間、または、 下方空間に付設されていることから、法的には、平用軌道の一種である。一般的には、路面電車が走行する軌道や鉄道線路のうち、専用の敷地内に付設されているものを、専用軌道と呼ぶことが多い。例えば、富山地方鉄道富山高線や福井鉄道、福武線などのように、道路の路面を走行する区間に、軌道法、 専用の敷地内を走行する区間に鉄道事業法がそれぞれ適用されている場合、たとえ鉄道事業法が適用されている区間の鉄道線路であっても専用軌道と呼ぶことがある。この場合は法律上の定義とは関係なく単に専用の敷地内に設置されているかいないかの違いによって併用軌道と専用軌道の言葉を使い分けていることになる。以上のように 専用軌道という言葉は前後の文脈などによって意味が変わってくるため、使用に際しては注意が必要である。軌道の構造は通常の鉄道線路と同様にバラストを敷き詰めて枕木にレールを固定したたわみ構造が用いられることが多いが、平用軌道ではその上に舗装が施されるのに対し、新設軌道では一般に通常の鉄道と同様とされる。 大都市の路面電車においては、高度成長期以降、道路上での自動車との並走により、交通渋滞に巻き込まれて運行ダイヤが守れなく、なるなどの支障が出て、廃止される例が多かったが、全走行区間における、新設軌道の割合が高いためその使命が失われず、存続された例もある。例えば、平洋軌道路線のほとんどが廃止された、東京の都電においても、 荒川線だけは、王子電気軌道という私鉄の路線を買収した区間でもあって、専用軌道の割合が極めて高かった。そのため荒川線については、定時制の確保のため1972年に、おおむね5年間の存続が決定され、1973年の都議会で、高級的存続が決定された。東急電鉄でも、 木沼線と玉川線の廃止後も、全線が、専用軌道である、世田谷線が存続している。ABC 今岡和也、路面電車の活性化に向けて、都市と交通第34号、2020年2月23日閲覧、枠田1999-22から25ページ、枠田1999-10ページ、ありがとうございます。